ドイッチュラント急走交換。ドイッチュラント急走交換。ドイッチュラントクラス9は、ドイツ海軍が第二次世界大戦で運用した軍艦。同系艦三隻。ドイッチュラント急走交換は、ドイツ海軍が第一次世界大戦後、退役艦の代替艦として、初めて収益させた1万トン超の軍艦。ドイッチュラントドイチュラント、後にリュッツォウラアッツォに解消。 アドミラルシェアアドミラルシェアアドミラルグラフシュペーアドミラルグラフスプの3隻が建造された。条約型従順を上回る砲撃力と戦艦を上回る速力を有しディーゼル機関によって大きな航続力を有した。本級は対戦初期に対衛戦で通称破壊に活躍した。第一次世界大戦の敗戦によりドイツにはベルサイユ条約下で 軍備制限が課せられた。戦闘艦の心臓も制限され、旧式戦艦の大艦に限って、1921年以降、基準排水量1万トン以下で、主砲口径も28センチメートルまでの装行を施した軍艦の建造が認められたことにより、本級はその制限いっぱいを利用している。ドイツ海軍は戦艦などと称して、他国の疑念を招かないように、 ベルサイユ条約の条文の不都合記載にある、クイラセ、総甲艦を独語に訳した、パンザーシフト、イ類別名を用いて、本級を建造した。この目新しい艦に対して、英国の新聞記者は、ポケット戦艦、ポケットバトルシップと、あだなし、大日本帝国海軍でも、ポケット戦艦の名称を用いた。戦士総書では、小型戦艦とする。 当時の日本では一般に豆戦艦あるいは終鎮戦艦として紹介された。ドイツ訪問を終えて日本に帰国中の大隅峰オ海軍大将箱根丸は作戦中のドイッチュランドと遭遇する。貴重後昭和天皇に対する古神皇草案にはドイッチュランドについてこの豆艦派ドイッチュランドの外に名を二席魚座、いまして 何でも2 8トル方6問終わりし速力26節でありまして、1万トン巡洋艦で破方力が走らず、戦艦で破速力が走らず、これを補足撃滅すること派巡洋戦艦にいらねばならぬ状況でギョザいますと評している。このように海外では小型戦艦、豆戦艦の名が完成られたものの、排水量1万トン、交渉に過ぎない、本級の能力が、 排水量3万トン程度である戦艦や、巡洋戦艦を大きく下回ったのは差である。本級の排水量1万トン、交渉は、ロンドン海軍軍縮会議で定められた、条約型従順の排水量1万トン、交渉と同じである。条約型従順に課された、微法は8インチ、20.3センチメートル以下の、制限を受けない。 本級の 28cm 主砲6門は、従順、8インチ法8門から10門を上回ったが、26ノットの速力は、従順、30ノット以上を大きく下回り、防御力は、従順の8インチ法に耐えるものではなかった。1934年予算で承認された、ドイッチラント級4番艦の歌唱、装甲艦 D、アンサーシフ D は、防御力を十分なものに強化した結果、 排水量が2倍近くの19000トンに達したシャルンホルスト級戦艦を参照。本級の艦首は1939年11月から1940年2月にかけてパンザーシフ、装甲艦からシュワー・アクロイツァー、従順用艦に変更された。本級の建造当時、ドイツの仮想敵国はポーランドとその同盟国であるフランスであった。 1924年頃にポーランドは2隻の高速巡洋艦と6隻の駆逐艦、12隻の水雷艇と12隻の潜水艦による艦隊を計画しており、またフランスは装甲巡洋艦2隻と巡洋艦4隻、駆逐艦4隻と潜水艦3隻の派遣をポーランドに公約していた。この結果、ドイツ海軍は東方の高速部隊と 西方の低速重装甲艦隊の2種類の敵に備えねばならなくなった。心臓艦運転の排水量が1万トンに制限されている中で、要求仕様の中で、放線力と高速力が優先され、軽量化のために走行重量をあえて犠牲にした設計を追求したのが本級の骨子である。折志も大艦年数に達した前、土球戦艦プロインの大艦枠を埋める艦として、 仮称、装甲艦 A、パンザーシフ A として設計が開始された本級であるが、建造当初のコンセプトは、バルト海の正海権を確保するものであった。つまり、ソ連海軍のみならず、北欧バルト四国、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマークの海戦艦らに、打ち勝って、バルト海での海上交通路を維持することを目的としており、本来ならば、大西洋に打って出る性質のものではなかった。 そのため、本級の設計は試行錯誤の連続であった。建造前の初プランを見れば、明らかに、土球艦クラスを想定した性能が求められている、ことがわかる。本級は攻撃力では、解剖戦艦を優越し、土球戦艦に対しても、複数で当たれば勝てる、程度戦闘力が与えられている。そして、 複数で当たるための迅速な展開を可能とする高速巡航能力も与えられた。通称破壊戦はドイツ海軍の国防上の使命であり、質量ともに英仏海軍に劣る中で構想上は十分考慮はされた。しかし、英国との全面戦争は当面不可能であり、ワイマール時代のドイツ軍の戦略はあくまでも陸上に主眼が置かれ、海軍は 陸軍が停戦に至る局面を厳出させるまでの時間稼ぎ以上の役割はなかった。建造に至るまで数々の試案が検討された。以下はその試案と廃案の理由である。なお、海軍側からは、本級は政治によって作られた艦で、土球戦艦に法力で、巡洋艦に速力で劣る艦と収益前から国評された。そのために、過小。 装甲艦 B、パンザーシフ B、後のアドミラルシェアでは24センチメートル砲9門の装甲巡洋艦として検討されたが、結局その設計もドイツチュラントを踏襲した。しかし、完成した艦の性能に、列強諸国は注目した。基準排水量1万トンの制限下、実際は、超過で第一次大戦時のドイツ主力艦と同等の28センチメートルを、 搭載する三連装手法等を2機も持ち、ディーゼル機関を採用したことで、機関重量の軽量化を果たし、ディーゼル機関特有の長大な航続性能を持つことができた。特にフランスはこの航続距離の長さを警戒し、本級がフランス本国と西アフリカ、西インド諸島との連絡線を拡乱することを恐れた。このため、フランスは、 ドイッチュラント級への対象を目的として、議会に、戦艦、ダンケルク級を建造する口実を得た。イタリアは、フランスの新戦艦に対抗するために、練習艦任務についていた、土級戦艦、コンテディカブール級と、カヨデイリオ級を、当座の間に合わせとして近代課題階層を追い、ついで本命として、超土級戦艦、ビットリオベネート級2隻を建造した。イギリスは、 配艦の危機にさらされていた、巡洋戦艦、フットと、レナウン級2隻の近代化改装を行う、予案が通った。さらに世界中で、中型戦艦のブームが巻き起こり、高速戦艦の整備に拍車がかかった。日本海軍も、列国海軍増艦術進歩の現状の中で、独立した項目を立てて紹介しており、走行に関しては、 甲板 25mm プラス 75mm、原則 127mm と推測している。ともかく、これら一連の喧嘩競争の発端になるほど、本級のコンセプトは、列強軍備の隙間を的確についたものだった。本級は平時に、北欧バルト4国や、フランスポーランド同盟、ソ連への抑止力になることに、その存在意義があった。しかし、ドイツ海軍は、 全面戦争に準備不足のまま突入した結果、アメリカ軍が参戦するまで、本級の長大な航続力と強力な放送内は、エリ力ヒレーダー減水の巡洋艦作戦と相まって、戦争初期の段階では、イギリスの植民地と本国の海上補給路に気な混乱をもたらした。本級は、軽巡洋艦、エムデンで培われた工業デザインをもとにして、 旧来の姿から脱却している。本級の船体は還元の高い、朝鮮主老型船体を採用し、艦首水面下にバルバスバウのつく艦首から軽く、視野甲板の傾斜のついた、艦首甲板上に新設計の、1928年型28センチメートル、52、後継砲を3連装砲塔に収めて一番主砲塔を一機配置した。環境構造は、 ドイッチュラントのみ、司令塔を内部に組み込んだ箱型で、操舵環境の両脇には2段に、船橋が付き、環境の上面らから突き出るようにチューリップ型の、短脚式のマストが立ち、長部に1 0 5メートル手法用速距儀、7メートル不可法用速距儀、射撃法位反室、全桁の長い X 字型の信号ヤードが伸びている。この環境構造を取ったのは、ドイッチュラントのみで、 2番艦アドミラルシェアと3番艦アドミラルグラーフシュペイでは前方から見て上すぼまりの台形で断面図が八角形の等型環境構造になっており相田環境横の船橋は上下に2段となりスペースが増え戦闘環境の側面に単焦ととその台が1機ずつ設けられたが上部の10.5メートル即距儀はそのままであるなおこの東型環境構造は 重心の上昇を招いたようで、後にアドミラルシェアでは登場環境の構造をドイッチュラントに類似したものへ改造された。環境の背後には一本煙突が立ち、周囲は露天の関西機置き場となっていた。煙突の基部には片原一機ずつクレーンが計二機配置され関西艇を運用していたが、1935年にカタパルトが一機設置されたが、 2番艦と3番艦は煙突の後方に配置されていた。カタパルトは360度回転し、いずれの方向にも艦載機を射出できた。艦載艇は、カタパルト設置後は煙突の後方に並べられた。煙突の後方には T 字型の上部構造物が設けられ、その上に後部側競技を乗せた見張り書が設けられた。本級の副砲として、SKC 二十八千九百二十八年型十五センチメートル、五十五、口径速射砲、単装砲がで片言元ずつの軽発揮装備された。砲を包む棒立ては一見、砲塔に見えるがこれは砲を波浪から守るカバーである。本級の広角砲は煙突の左右に設けられた上部構造物により複砲に回を制限さない髪型に、 片言一基ずつと後部見張りところの後方に一基の計算機配置された。後部甲板上には二番手砲塔が後ろ向きに一基配置された部分で、選手楼は終了し、そこから甲板一段分下がって、完備甲板上に4連装魚雷発射管を、片言一基ずつ並列に2基を搭載した。本級は軽量化に、船体設計の重点を置いており、ベルサイユ条約の制限である。 排水量1万トン以内に抑えるための努力は、数多くの新技術により支えられた。手法の門数6門を維持しつつも、砲塔数を減じて、武装重量を軽量化すべく、新設計の3連装砲塔を採用した。また、環状構造物に効果である、警報金を多用した。船体の建造方法も当時の主流である、リベット止めではなく、 最新技術の電気溶接で建造できるように、クルップ社が本級のために溶接が可能な鋼材を新規開発し、そのことが15%の軽量化につながった。それでもベルサイユ条約による制限の基準排水量1万トンを約20%超過していたが、ドイツ政府は本級の排水量を内外に1万トンと交渉した。軽量化は走行を犠牲にして、 それなりの高速化を実現するためであった。この高速化により、強力な敵と遭遇した場合には損害を被る、前に退避できるよう期としている。このような設計思想は、第一次世界大戦前にもあり、巡洋戦艦という種別の軍艦が建造されている。実際問題として、同じ艦隊の中に、巡洋戦艦と、土球戦艦を混在させて運用することは、 司令官にとって速度差などの点で非常に悩ましい問題があった。ただし、巡洋戦艦があくまで艦隊決戦を想定したものであったのに対し、本級は通称破壊作戦を任務とすることでその問題をクリアしており、鉄橋海軍にとって新たな脅威となった。本級の機関には従来使用されていた燃料消費の多かった重油戦将艦と、 蒸気タービンの組み合わせではなく燃料消費の少ない高出力大型ディーゼル機関を採用した。これはかさばる蒸気機関よりも機関スペースや燃料タンクなどのスペースを軽減でき、ひいては船体や重要区画のサイズ縮小イコール防御範囲縮小をもたらすため重量軽減に大きく貢献し排水量制限の厳しい本級にとってまさにうってつけの特性であった。これにより 財政状況の厳しい海軍で燃料費の節約につながった上、補給基地が不要なほどの長大な航続力を得たとは、全大戦時には、対陽での通称破壊戦に必要な燃料補給に悩まされた海軍に戦略的に有利となった。結果的にこれらは良き宣伝材料となり、列強が本級の対応策に追われる間に、より強力な艦を研究。 整備できる時間を作ってくれたのである。しかし、ディーゼル機関には問題がなかったわけではなく、各機関の回転総数が耐久限界の7、200万回転に達する間に、クロスヘッドピストン棒取り付け部の故障が頻発した。十数回ほど改造したが効果はなく、最後に5分の位置模型や部分模型による精密実験によって、ようやく原因を究明して、 故障を克服した。燃料噴射システムには、高い精度、高い耐久性が要求されるため、製造コストが加算で予算面でもドイツ海軍を悩ませた。また機関振動が激しく、高校に支障をきたすほどであった。さらに燃料においてもタービン管と同様に、高品質な重油を必要とし、粗悪な重油、軽油では、出力が出ず、機関の不調も出る始末であった。 これは1950年代以前のディーゼル機関特有の問いで本館の機関だけが悪いわけではない。また、当時のディーゼル燃料は粘性が高すぎて流れが悪く燃料供給に支障が出たため燃料管に専用の加熱装置を介する必要があったが、この加熱装置の配管の一部は非走行区画を取っていたために防御上の大きな弱点となっていた。実際、 アドミラルグラーフシュペーはそこに流れ玉が命中したことで燃料供給が停止、自沈への要因の一つとなった。本級においては満車制球機等にサイクルディーゼル機関を片言4機ずつでスクリュー軸1軸を回し、両弦で軽発機に軸推進とした。最大出力は 48,930HP、アドミラルシェアは 52,050HP、 アドミラルグラーフシュペイは 54000HP、大やけみにおいて、最大速力28ノット、アドミラルシェアは28.3ノット、アドミラルグラーフシュペイは28.5ノットを発揮し、実用速力は26ノットと発表された。後続性能は、速力20ノットで1万回り、アドミラルシェアは9100回り、アドミラルグラーフシュペイは8900回り、 10ノットで2万1500回里と計算された。また、補助機関として、満車性5気筒2サイクルディーゼル機関を用い、3450HP2 機で6900馬力を補助した。発電用として、リンケ・ホフマンブッシュ車精4サイクルディーゼル機関を装、これは、出力 604HP でアイグ車精発電機を回して得られる、発電量は2 1 6 0ットであった。 本級の第一の特徴は重武装にあり、手法はベルサイユ条約で課せられた制限枠一杯である 28cm 砲を選択し、第一次大戦時の方よりも長方針の SKC28928 年型 28cm52 後継砲を採用した。12インチ 30.5cm 砲を採用しなかった理由は、 武装重量の軽減と多くの装薬を使って高所速で発射すれば1万メートル台での貫鉄力では英国製マーキー38.1センチメートル42後継砲にも劣らない威力を出せるからである。過去の技術的蓄積が多いこと、射撃速度が稼ぎやすいことなどのほか方針が軽いということは不行や旋回速度にも良好でり、 同じ弾丸定数なら弾丸を小さく軽くできその分弾薬庫も小型化できて防御重量も軽量化できるなど様々な利点があったためである性能的には重量 300kg の砲弾を初速 900m 毎秒で行角40度で 36,475m も届かせる長射程を持っていたこれは WW1 以前に作られた 巡洋戦艦、モルトケ級や、ザイドリッツに、搭載された、SKL501909 年型28センチメートル、50口径砲の302キログラム鉄鋼弾を、行角16度で2400メートルまで届かせる、性能よりも、はるかに優れていた。この新型砲を、従来の連装砲塔が、主体のドイツ主力艦では採用していなかった3、連装砲塔に収めた。 方針を乗せた砲がは3門それぞれが別個に上下、できる独立砲がで、方針の浮行能力は、行角40度、深く10度である。砲塔の旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右150度である。主方針の浮行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、 毎分2.5発である。砲弾の種類には 7.84kg の TNT、もしくはヘキソゲンを充填した、鉄鋼弾と 16.9kg の TNT を充填した、炸裂弾、TNT の量を 23.3kg に増加した、新型炸裂弾の3種類を選択できた。本級に複砲を採用したのは、要求仕様の段階で、 解剖戦艦的な設計が行われた名残であった。本級の副法には、新設計の SKC28928 年型 15cm55 後継速射砲を採用した。この砲は後に、戦艦、シャルンホルスト級やビスマルク級の副法にも使用された息の長い砲となった。その性能は 45.3kg の砲弾を、 初速875メートル毎秒で、行角35度で2万2000メートルまで届かせる、ものであった。搭載形式は、全土急戦艦のように、砲塔方式にすると1万トン程度の小型の、船体としては重量を空で、単装砲が二棒立てを取り付けることにして軽量化に、貢献している。方針の不行は、行角35度、深く10度で、 方針の旋回と不要は、電動と人力で行われ、障害物がなければ360度旋回できたが、実際は、環状構造物に異界を阻まれた。発射速度は、毎分6から8発だった。他に、対空用として、SKC-31931 年型 8.8cm78 口径広角砲を採用した。 その性能は9キログラムの砲弾を行角45度で1 7 8 0 0ルまで、最大行角80度で、最大射高1 3 3 0 0ルまで到達させた。砲牙の旋回と浮行は、電動と人力で行われ、砲牙の旋回角度は、減速方向を0度として、左右方向に80度旋回でき、浮行は、行角80度、深く10度であった。発射速度は、 毎分15から20発だった。これを連装砲画で複砲よりも高所に位置する上部、構造物の中央部に、片言1機ずつ、2番手砲等の背後に1機の計算機装備したが、後に能力不足であるとして、口径を大型化した SKC33933 連型10.5センチメートル65口径広角砲へと更新された。 この砲は、15. 1 5 1ラムの砲弾を行角45度で1万7 7 0 0ル、最大行角80度で1 2 5 0 0ルの高度まで到達させた。旋回と不行は電動と人力で行われ、不行は行角80度、深く8度であった。発射速度は毎分15から18発だった。搭載数と装備位置は以前と変わらなかった。また、 近接対空火器として、SKC301930 年型 3.7cm、83、後継速射砲を採用した。その性能は 0.742kg の砲弾を、行四45度で 8500m まで、最大行八85度で最大千八 6800m まで到達させた。砲画の旋回と浮上は、電動と人力で行われ、 砲画の旋回角度は障害物がなければ360度旋回できたが実際は環状構造物に回を阻まれた。砲画の不行は行角85度、不角10度であった。発射速度は毎分30発だった。これを連装砲画で4機搭載した。他に手法をもってしても相手にならない戦艦と戦う時の備えとして、 水雷兵装53.3センチメートル魚雷を4、連装魚雷発射管に収めて、艦備側に、片弦1機ずつの並列配置で、計2機を配置した。後に、装甲カバーが追加された。本級の仮想敵としては条約型重巡洋艦の存在が挙げられ、よって、防御能力は、対8インチ砲防御とされた。しかし、すでに、 ベルサイユ条約で定められた1万トンの排水量制限の中で、武装として28センチメートル砲3連装2機15センチメートル砲単装砲発揮という重武装を施し、機関には鉄の塊である重いディーゼル機関を採用したために、防御に避ける重量の制約は、他国の従順洋艦よりも過ぎなものであった。そのため、本級は、旧来の防御様式を捨てて、 割り当ての少ない防御重量を効率よく使用するため、直接防御と間接防御を巧妙に組み合わせた防御様式を採用しているのが特色である。本級の防御様式はドイツ主力艦伝統の全体防御様式を引き続き採用し、原則の水線防御は 60mm 相関板を内側に傾斜させて前後に広範囲に貼られた。 水面から下は 50mm 走行を伸ばして水雷防御を兼ねさせた。さらに、機関区の内側に傾斜させた 45mm 走行を原則走行とは別個に水密隔壁として装着するなど、排水量の割には強固な垂直防御能力を持っていた。また、耐水雷防御には関節防御として原則部分は4層に区切られた。 水密区画となっており、艦底部は三重艇であった。また、艦艦防御は、機関区の上面は 30mm 走行で原則に、近い部分のみ 40mm の走行を張った。主砲と防御は、前立て走行が 140mm、天外走行が共に 105mm、司令塔が、側面部 150mm と排水量の割に、強力な防御力を与えられた。 これにより、イギリス海軍の条約型軽巡洋艦の手法として作られ、リアンダー級からスーイフトシュア級まで広く採用された、マークスイクセン 15.2cm50 口径速射砲に対しては、原則防御は 11,430m 以内から、艦板防御は2万 m 以内からの砲撃ならば、耐える防御能力を持っていた。 重巡洋艦への防御能力としては、アメリカ海軍のペンサコラ級の20.3センチメートル55口径砲に対して、原則防御は27,070メートルから貫通を許し、主砲塔防御も14,630メートルから貫通される防御能力であった。この数字から本級は、格下のはずの体重巡洋艦戦闘においても、 中近距離での砲戦では艦内に砲弾の突入を許してしまうことがわかる。なお、設計段階の仮想的である解剖戦艦の代表格、スウェーデン海軍のスバイリゲ級に至っては射距離18000メートルから155ミ、mm、リメートルを貫通できる M1912-28.3 センチメートル45口径砲を装備し、本級の防御は完全に無力である。 まして海軍国の主力を構成するちょうど急戦艦の手法はこれをはるかに凌駕する。そのため本級の傭兵としては武装、装甲他の面で少しでも自らが列位に立たされるような敵艦船との交戦はその速度によりできる限り避けることが基本とされた。これはドイツ水上艦全般の基本戦術でもあったが、そのために戦闘行動の消極化を招いてしまった。 当初から手砲用速挙に、規船長10.5メートルと、包位板射撃装置を搭載していたが、3番艦、アドミラル・グラーフ・シュペイでは世界に先駆けて、艦上レーダーを搭載し、速挙精度を高めた。本級は、バルト海域に存在していたソ連海軍のガングート級には、火力や防御力で及ばないが、スウェーデン海軍のスバリエ級や、オスカー二世級、 フィンランド海軍のイルマリ年級には、速力や火力で勝っていた。1931年5月19日、キールのドイッチェ・ベルケ造船所で、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領の手によって浸水し、1933年4月1日に、総甲艦ドイッチュラントは収益した。同日、ビルヘルムス・ハーフェン造船所にて2番艦アドミラル、シェイアーも浸水した。 1934年11月12日に収益した本級の一番艦がビルヘルムスハーフェンに配属されたのに対してキール港を定型港とした。なお、三番艦アドミラルグラーフシュペーは1934年6月30日に浸水。1936年1月6日に収益した。1936年7月23日にドイランと アドミラルシェアは、不介入的紹介活動のため、スペイン東岸に送られた。現地においてドイッチュランとは、多数の戦争難民の救助活動にあたり、避難していく商船に引き渡した。また、ドイツから、フランコ政権への援助物資を満載した船舶を、護衛したり、共和派の通信を傍受して、情報収集を行った。この期間中に、共和派、革命派双方の空軍、 海軍からのご攻撃を避けるために、主砲塔に中立国の艦艇であることを示す赤、白、黒のストライプを塗装して判別化を図った。その努力にもかかわらず、1937年5月にドイッチュラントはマリオルカ島パルマのドックにて整備を受けていた際に、共和派空軍の空襲を受け、イギリスやイタリアの海軍艦艇と共に対空日を送る羽目になった。その後、 ドイッチュラントは、イビサ島に移動したが、今度は5月29日に、再び空襲を受けて2発の爆弾が命中した。一発は、環境の付近に着弾し、もう一発は、右玄3番複砲近くに着弾して、甲板上に猛火を吹き上げ、乗員のうち23名が死亡、73名が負傷した。これに激怒したヒトラーは、両艦アドミラルシェアに、 共和派破壊軍の根拠地であったアルメリアを砲撃するよう命じた。くしくも、ユトランド沖海戦と同日の5月31日、アルメリア沖合に姿を現したドイツ総甲艦は、海岸砲台、海軍施設、港湾の艦艇に対し猛然と砲撃を観行し、拠点を焼き払った。第一次世界大戦の教訓トレーダーの構想から、本級は、 当初の陸戦の支援という建造構想とは異なり、第二次世界大戦では、英国と植民地とを結ぶ広大な航海で、その長大な航続力を利用して、あらかじめ展開された補助巡洋艦や補給艦と共に通称破壊作戦に従事した。グラーフ出兵は海戦直後に、イギリス海軍の追跡を受けて、ラプラタ沖海戦で、イギリス巡洋艦3隻と交戦し、損害を受けた。 シュペは修理のため中立国であったウルグアイのモンテビデオ港に入港したが、英軍の情報操作及び前述の燃料系統損傷により離脱不能と判断、自治を選んだ。しかしその後の1940年10月に出撃したアドミラルシェアは幸運にも恵まれ、英軍の追跡を逃れて、大西洋だけでなくインド洋にまで進出し、合計10万トン近い小生を破壊。 捕獲し、半年後に無事帰投した。その後、アメリカの参戦により大西洋で余裕のできた、英軍は通商破壊艦の一層に乗り出し、水上艦による通商破壊は終焉した。また、フランスや本国での英空軍による必要な基地への爆撃から艦隊を守るためと、東部戦線を重要視するヒトラーの意志により、リッツ・オウト・シェアは他の主力艦同様に、 ノルウェーに派遣された。ソ連への輸送戦団攻撃を狙っていたが、1942年末のバレンツ海海戦の敗北後、もともと水上艦に不信感を抱くヒトラーが大型艦配艦を打ち出し一時は配艦の危機にさらさた。しかし、レーダーの退任とデーニッツの就任、英国への水上艦隊の必要性から配艦計画は撤回されたものの、 フィヨルドの奥で英軍の航空攻撃から逃れるために、係留される状態が、続た。1944年の秋から、東部戦線が領間へ近づき、リッツオーとシェアは、陸上砲撃をたびたび行い、バルト海沿岸を交代するドイツ陸軍を支援した。当初の構想通りの陸軍と海軍の、共同攻撃が実現した。1945年春、リッツオーは、 爆撃で大破着定したが、上パンがまだ水面上に出ていたので、残った方で陸上砲撃を行った後に放棄された。シェーは、キール軍港で爆撃で1945年4月9日、空爆で破壊され、後に地上軍の侵入を受けた。1933年から1936年の間に以下の3隻の装甲艦が収益した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。